b p m b e パーミニットは2017年のフランスのドラマ映画。監督、脚本はロバン・カンピオ、出演はナウエル・ペレス・ウィスカイ・アール、アルノー・バロア、アデル・エネルなど。1990年代のフランスを舞台に同性愛者とエイズ流行を取り扱っている。カンピオと共同脚本のフィリップ・マンジョのアクトアップでの実体験が元となった物語である。 第70回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門でワールドプレミアが行われグランプリを獲得した。第90回アカデミー賞外国語映画賞にフランス代表作として出品された。1990年代初頭のパリを舞台に HIVAIDS への偏見へ立ち向かうグループであるアクトアップの活動を描く。第70回カンヌ国際映画祭でのロバン・カンピオ監督とキャスト。 ワールドプレミアは2017年5月20日に第70回カンヌ国際映画祭で行われた。6月24日にはモスクワ国際映画祭、7月にはニュージーランド国際映画祭で上映された。9月には第42回トロント国際映画祭で上映された。カンヌでオーチャードが米国配給計を獲得した。フランスでは2017年8月23日に 封切られた。フランスのレビューアグリゲーターであるアロシーンでは31件の批評で、平均点は4.5,5となった。ロッテントマトズでは55件のレビューで、支持率は98%、平均点は7.6,10となった。メトクリティックでは21件のレビューで、過重平均値は85,100となった。ありがとうございます。